今回はここは戸塚店でアシスタント担当している佐藤さんによるスタジオ紹介をします。ぜひご覧ください。とっても人気なレンガの背景です。ここでは家族の写真とか、あとはワンちゃんの写真撮ったりとか、あとは今日の中でこれとても可愛い背景です。ここのはしごにちょっと登っているところとても可愛いです。以上です。ここは誕生日のシャワーカップで使う背景です。ピンクでとても可愛い背景です。地下室の背景です。ここはかっこいい感じのお写真が撮れます。ここはおテイストの背景です。ここは七五三のお写真がとても可愛く撮れます。以上です。ここはアンティークの背景です。ここは家族写真と、あとは兄弟、何でも、ここは何でも撮れちゃう背景です。ここは逆光の背景です。ここは赤ちゃんがとても可愛く撮れます。あとはスマッシュケーキが撮れます。以上です。ここはアジサイの背景です。ここは相当写真が可愛く撮れるのと、あとはダックした時にパパとママのあれがちらっと見える顔、赤ちゃんの顔が見えるご主人がとても可愛く撮れます。以上です。ここはココア室です。ここは撮影前にちょっと休憩ができるスペースです。ご来店お待ちしてます。